さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。あれね、ドキュメント映画、はい、新たに上映今後もね決定してるところたくさんあるから、まだ見てないセーター、これマジでちょっと財布、はい、財布なんて財布を財布をえ財布チェックして財布をチェック、財布もチェックでしょ、ね、まあそうでしょ、自分のその懐事情ないと最初に財布ないとまず見られないから、ね、サイトの前にまず財布をチェック、財布を見てそっからサイトチェックしてってこと、それ言いたかったわけ。何ですか今夜は。パフュームの最新情報をあるニュースキャスターが紹介してくれます。ただこのキャスターさん、なんかニュースの原稿読むのがなんかちょっと苦手らしいんですよね。ってことはじゃない、これはあれもうみんな鋭いからわかんじゃないってことはあれ、パフュームロックス、ヒュームの最新ニュースを伝える PAN 天神ニュースヘッドラインを研究せよ。 PAN 天神ニュースヘッドライン。それではこれまでに入っているパフューム最新ニュースをお伝えします。結成15周年、メジャーデビュー10周年の節目の年に行った10日間のイベント、パフュームアニバーサリー 10days2015 パパ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 、その中のワンマンライブダイブ3569。わたわた、え、かってないってドライブライブライブ3569日本武道館公演の、やめただけだって。何伝えたかって分かんなかったよ。間を取ったの。何を伝えようとしてたの。アニバーサリー 10days については言ったよね。うん、したんだねっていうところ。このライブ3569日本武道館公演の模様を収録したブルーレイ&DVD が来年1月13日に発売されることが決定しました。 そこが言いたかったのね。 DVD が来年出るんですよ。そこだったのか。そう。なお初回限定版にはPerfumeアニバーサリー 10days2015 パパ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 の 10days ダイジェスト、うまや3569コーナーのダイジェストも収録される模様です。そうそう、いっぱい入ってるんですよね、特典が。そう、本当に大盤振る舞い。そうしか言わない。そうそうニュースキャスター、そうしか言わない。そう大ボリュームなんですよ。でこの楽曲たちも全曲入れて、うん、やりましたので、ね、スゴロクコーナーの、あの曲たちも全曲見れるように入れたし、うん、あと面白いこともしましたね、久しぶりのことも。そうじゃね、ちょっとそこも楽しみにしていただきたい。はい。大晦日に NHK 総合にて放送される第66回 NHK 紅白歌合戦にPerfume 8年連続8回目の出場が決定いたしました。読み方を変えたことで変わる。2015年の締めくくりはぜひ第66回NHK 紅白歌合戦をご覧いただければと思います。お、読み切った、人を変えたら読み切った。8回目の出場ということで、ありがとうございます。普通に行こうとする。なんかジャパノチノチだみたいな人いた。8回目、いやめでたいね。すね広がり。そうだね、みんなに言ってた ね、 言われる、それ ね、 言われるね。8ですね、広がりね。嬉しいね。でもやっぱこうやってさ、連続で出させてもらえるっていう嬉しさ、ほんで毎年同じお正月の過ごし方させてもらって、ほんまに幸せです。まあこれはね全てではないとは思いますけれども、でもやっぱ紅白さんという日本のその歌番組の締めくくりですからね。そうだね、やっぱ出れるのは嬉しいですよね。嬉しい。いろんな人に見てもらえるし、今年も頑張りたいです、ね、楽しみです。 Ladies and gentlemen, boys and girls, Perfume Locks. Sorry, Perfume. みなさんこんばんは、しゅうかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。引き続き、Perfumeの最新ニュースを伝える PAN 天神ニュースヘッドラインを研究せよ。あ、まだニュース続くのね、これ。ね、引き続き、これまでに入っている Perfume 最新ニュースをお伝えします。
まで言おうとしたら言えなくなっちゃった何にも言ってませんまだ何にも入ってない、ちょっとなんかもうこなれたニュースキャスターを、うん、入れてみたってきたんだけどキャラ入れてたんだけどキャラだけだったか。ちょっとここで伝えようとしてたのは、2016年3月19日土曜日公開の映画ちはやふるの主題歌に Perfume の新曲フラッシュが決定しました。映画ちはやふるは競技カルタを題材とした大人気コミックスを実写映画化した作品であり、ちはやふるちょっとゆうゆかさん終わったやあれニュース終わったやこれ3人で完成させるやつだろ、ね、なんか違うけどな企画3人でパフェやろちはやふる上の句下の句と2部作連続での公開となります。新曲フラッシュは2部作ともに主題歌として採用されます、うん、主演の広瀬すずちゃん可愛いですね。可愛いですねはぁ、あ、3人でできた完成しました。完成したちはやふる、もうこれ3人とも読んでいた漫画でしたので、うん、大好き。もう主題歌どうですかと言われた時の3人の反応たるやびっくりした。もう忘れんよ ねもう前のめりでうえーやりますやりますやりますみたいな、うん、映画化が先にニュースになってて、うん、うわーすずちゃんなんだ、うわーってなってから、うん、その後にお話いただいて ね、うん、ねあれに自分の歌がみたいになってすごいびっくりして、うん、だってうちらで主題歌じゃなくても普通に見るつもりだったね。本当に見に行きたいと思ってたら、ね、だよね。もうそしたらもう曲までね、うん、すごいかっこいいんだよね今回の曲も、ね、あの本当歌を読んでるみたいな、その試合本当にやってるみたいな緊張感と、うんうん、なんか勢い、うん、歌の指導も結構細かくあって、あったあった、うん、あれも久々だったよね。そうだね、リズムが違うみたいな、うん、熱かったよね。熱かった、めっちゃ熱かった。超直されたもん。その大事なちはやぶるっていうフレーズにすごく注意された。はあ、本当、うん、そうだ、ちはやぶるーじゃないって言われて、うん、もっと早く早くブルブルって早く早くって言われてちょっとあの落ち着いてください、ちょっと待ってくださいってなってガチ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 パニックになりそうですこれレコーディングの模様を見てないから皆さんは今冷静かもしれませんけども、今それを2人は聞いてもう大爆笑です。超わかる、本当に追い打ちをかけてくるよね。追い打ちかけるように音楽がめっちゃギリギリでなるんだよね。そうそうそう、もうちょっとフォーカウント前とかから流してくれたら入れるのに、数カウント前ぐらいから来るんだよね。ちはやぶるーって、まだちはやぶるー、はいちはやぶるー、はいちはやぶるー、もうちょっとちょうだいってなるよね。こっちは生理がつく前に歌わせるやつ。でもなんかあの緊迫感がまたそのちはやぶるーも良くなったと思う。出てるかな、出たと思う。ちょっと聞いてほしい、そこも。これはちょっと音楽もともに、まあ上の句と下の句と2部作ですので、まずは上の句から来年3月、はい、見ていただきたいと思います。12月1日にねえ、したのねえ、何なの今の、ね、今喋ってなかったじゃん。待つ間あったよね。今仕切り直されるとかあったよね。中田さんほど追い打ちかけられてないよ今、ね、さあどうぞみたいな感じだったじゃん、うん、すごい歩み寄って優しかったよ。もう一回やる、もう一回いい、うん、もう一回やりたい。ちょっと頭すぎたね今の。ちょっと草仕事全うしてくれる。ありがとう、お願い。12月1日に日本武道館で行われたアクトアゲインストエイズ2015ザ・バラエティ23にバキュームと名乗る3人組が登場、うん、バキュームのレーザービームをコピーし披露したそうです。バキュームの今後の活動に期待したいですね。おー言えた言えた。何だったのさっきの違う違うリアクション、何だったの逆に本番弱いね、としてはね、うん、日本武道館じゃなくて日本武道館って言いたかったね。いや知らない知らんかな、もう先生の口を ね、アクターゲンストエイズ、はい、今年も出させていただきました、うん、バキュームってね3人が、うん、吉高ちゃんと、うん、森かんなちゃんと、うん、春菜ちゃんとで、うん、衣装着てね完璧にやってくれましたね。ねえ、レーザービーム本当に練習してたもんね、うんうん、
もうある時間は全て使って、うん、ずっと練習してて、うん、で3人とも忙しくてスケジュール合わせるのも大変なのに、そんな中ね集まって練習してくれて、うん、でなんか練習するたびムービーが届くわけよ、うん、こんな風になったよ、うん、ここまででやったよ、うん、もうそれなんか見てたらこっちまで熱くなってきちゃって、うん、ちょっと練習参加させてもらっていいみたいなで3人とも練習参加させてもらって、うん、6人でね、うん、練習して細かいところ直したりしようとしたんだけど、なんかその細かいところを直そうと思って行ったんだけど、もう練習しすぎてその体に振りが入っちゃってて、もう直せないぐらい無意識に体がそう動いちゃうくらいまで入ってたもんね。ものすごいあれは努力の賜物で出来上がったステージでしたが、初ステージが武道館すごいな。だってさ、女優さんだよ、吉高ちゃんとか本業じゃないところでね。ねえ、いやすごいよ。でもやっぱ出来上がってた、ゆり子のあのあーちゃん感は、うん、やっぱ女優さんだよね。もうね、ちゃんと表情で踊ってくれてたね。もうじゃあ、ね、ほんでカンナはめっちゃスタイルいい、綺麗綺麗、長い週間のあのミニスカートがあんなに似合うとはね。ねえ、すごかったよ。すごかったね。ほんで春菜ちゃんのあのダン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 の感想のところで、あの頭をセンターでね、のちがそう、のちがこう上げるところ完全に入り込んでました、ね、入り込んだ、いい表情してた。一番あそこが春菜見せ場だからね演出してましたね。猛特訓どこ特訓しちゃう、顔残してね顔の特訓いや完璧でした、うん、なんかもう踊ってる時になんか横から見てたら涙出てきてあ、これが練習してたあれが、うん、ステージに立ってるみたいな、うん、お母さんみたいな気持ちになっちゃって、うん、感動したね、うん、いや、いいステージでした。今後の活動するでしょうか。今後もあんのするのかな、続いてのニュースです。メルセデスベンツとパフュームがコラボレーション。テレビ CM にパフュームの新曲、厳しい、今どこかんだ、テレビ CM に、え、どっかんだ、にって言われたのかな厳しいな、厳しかったね、噛んでない噛んでないでもね、大事な一行最初言えたから、ね、そう、私はもうここで結構感動したよ、ずっと優しいんだ、みんな。本当にだからコードピックさえ言えれば、されてんだこの曲もういいもんねメルセデスベンツが言えただけでもういいよ、おーってなったよ、うん、そことパフュームのコラボっていうこと言えたから、うん、そうだね、そこ伝わったもん十分だ、うん、うん、大事なとこあといっぱいあるんだけどね、4行があるんだけどね、うん、パフュームの新曲ネクストステージ with you が使われるようになって、はい、テレビ CM アニメーターの貞本さんが、はい、書いてくださり、うん、そうよ、あのエヴァーの、うん、新世紀エヴァンゲリオン、ゲリオン、うん、キャラクターデザインの貞本義之さんが描いてくれてね、そうすごいそっくりだよね、ね、髪の毛だったり、うん、なんかその洋服のディティールだったり、うんうん、あとちょっとそのキャラクターも、うん、なんだろう、うちらのことよく知ってくれてるのかな、うんうん、ね、パーソナルなキャラクターを見てくれてる感じあるよね、出てたよね、あの表情だったり、ね、あと猫耳みたいなのもついてんだけど、うん、あれ絶対ゆかちゃんじゃんとかもう何で分かるみたいな、うん、すごいなんかこう身を寄せてる感じがした、ね、このキャラクターに、ね、最初に絵もらった時にさ、うん、いやこの子はこういう性格だねみたいなの3人で考えるのがすごい楽しかった楽しかったね、気強いねこの子はみたいな、うん、でもまあ発表会にも出させてもらって、うん、ちょっとパフォーマンスさせてもらったり、うん、メルセデスベンツさんをこう作ってらっしゃる人たちが、うん、なんかこう本当いろんな世界の人に愛されてて、うん、もうファンの人に支えられてる企業だっていうのをお伺いして、うん、なんかこう私たちもこう日本のみならずいろんなところでこういろんな人に支えてもらって活動できてるので、うん、なんかそういう意味では通ずるものがあるんですよなんて言ってくれる、ね、うん、人がねメルセデスさんの中にいらっしゃったよ ね、なんかそういうところも嬉しいし、ネクストステージ with you っていうこのタイトルにも今の私たちにもぴったりだし、うん、うん、この A クラスも乗り心地最高だったよね、よかった、本当にシートが気持ちいい、気持ちいいね、ほんで小回りすごい効くしね、すごかったね、うん、皆さんにまだまだ楽しんでもらいたいとこでございます。以上 BAN 天神ヘッドラインでした。天神ヘッドライン惜しいな安心した
以上 PAN 天神ニュースヘッドラインでした。どうもありがとうございます。あれ？まあ、その PA の天神、あ、私ですか？はい、どれですか？私はあの、天神ニュースヘッドラインの解説員の、はい、エンタザスフィオなんですけど。エンタザスフィオさん。やはり今回もたくさんのニュースが回りましてですね。ありましたね。はい、もう、だから、どれを取り上げていいか私はもうわからない、もう、手一杯でございますよ、本当に。おー、まあ、千早くるもね、やっぱりその、スクロールくん女子クラス担当されているね、はい、広瀬すずちゃんとそのパーミング研究員がこうね、同じスクリーンにってことでございますし、うん、それの曲も早くフルで聴きたいな、お前。それからその、ベンツの CM の曲がね、こう、ネクストステージ with you がね、なんか聞いてもやっぱね、おっおっちょっと待って、あってこうね、意味を持っていかれるわけですよ、これね。富山校長ですけどね。これまたフルで聞きたいなと思ってる。私はエンタザスフィオ。あ、そう、私のメインテーマでございますね。これそうなんですか。さらにやっぱりドキュメントの映画でね、やっぱりこのライブが始まる瞬間のたびにこの曲かかって、はい、スクリーンの後ろにこう、あんま言わない方がいいかな、セットされるわけですけどもね、はい、この曲がより好きになると、やはり、うんうんうん、あの映画を見ることによって、ね、はいはいはい、ドキドキ感、鳥肌、うん、毛、ボンボン。毛が何ですか。腕毛がすごい立つ。後半なんですか。化け物みたいになってましたけど、毛ボンボンって。エンタのスフィオでございます。さあ、さらに来週のバビブロックス。はい。ノッチがね、免許取った記念で開催したドライブソングの研究の第2弾。第2弾。今回ね、しかもね、ウィンターバージョン。おお。まあ、スキーとかスノボにさ、こう向かう道中。はいはい、はい。歌手家ノッチ、あーちゃんが大好きなドライブソングをね。はい。選曲していく。選曲していくってことだからね。はいはいはい。ちなみにね、天神ニュースヘッドラインのノッチに対してはね、事前に、私、そして京都2人が割と甘がんでしまって、本当に申し訳ございませんすいませんでした。明日のこの時間は我が校の進路室の大王が登場、アレキサンドロックス。